マスホ・アキラソクは、日本の元ラグビー選手、元神戸聖光コベルコ・スティーラーズ監督、現在ジャパンラグビーリーグワンコベルコ・神戸・スティーラーズのアドバイザーを務めている。宿徳小学校上北中学、高校早稲田大学上北中学でラグビーを始める。上北高校3年時に、高校日本代表の首相として、スコットランド遠征に参加。早稲田大学に進学後、 戦後最年少となる19歳3ヶ月で日本代表に選出され WTB として活躍。在学中に大学選手権準優勝2回。1994年に神戸成功に入社し、1年目から中心選手として活躍。1995年の第3回 W 杯ではニュージーランド戦で大敗した先犯の一人としてマスコミのバッシングを受けたが、 その後大学時代から太り気味だった体を見事にシェイプアップし本来の鋭いキレを取り戻し日本代表へ復帰。1998年の第4回 W ハイアジア予選では本選出場の原動力となった。1999年神戸成功の首相に就任。1999年度から2000年度に全国社会人大会と 日本選手権の2冠連覇を成し遂げた。また日本代表としても、第2から4回ラグビーワールドカップに出場した。2004年4月、現役を引退し、神戸成功コベルコスティーラーズの監督に就任。早稲田大学ラグビー部アドバイザー及び女子ラグビー7人制、チーム、ラガール7、の総監督を務める。RWC2019 アンバサダー。 チーム2019に就任し、W 杯成功のための広報活動及び普及活動を全国で行っている。ありがとうございます。